パレット代表の樋口と、いいかねパレットスタッフの青柳でーす。さあ、今日も元気にいいかねパレット通信やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあさあ、今ここいいかねパレットの教室にいるんですけども、はいはいはい、今日は、ちょっと前回までは結構ロケが続いてたんで、トークをやっていきたいと思うんですけども、はい、一人ゲストをまたお呼びしております。はい、山翔くんでーす。ちょっとじゃあ山翔くんに関してはちょっと自己紹介でいいかな。そうです、はい、どんな人間なのか、どんな人間性で何を目的に生きて、どうやって死んでいくのか。思い出す思い出す思い出す。じゃあいいですか。はい、はい、お願いします。僕大学生で近くの飯塚、隣の市の飯塚市の九州工業大学っていうところに、まあ、通ってる3年生の大学生なんですけど、中学2年生の時から、まあ、音楽をパソコンで作り始めて、今もずっと音楽を作るっていうのをやってる、まあ、現代音楽家みたいな活動をずっとやってるっていうような人です。あよ、いいね。で、山翔くんはもう俺結構いろんなことを今までやってきてて、はいはい、まあ、一番代表となる活動はやっぱ、YouTube ラジオ。そうですね、うん、あのラブラジオって言って、LABB ラジオって書いて、おそらく検索すれば YouTube で出てくると思うんですけども、僕と山翔くんの2人で、スタジオで本当に絵なしの完全トーク番組、うんうん、で、毎週1本かな、はい、うん、まあ、15分ぐらいで YouTube ラジオやってるんですけども、まあこれねめっちゃさ怖いよね。コアな話あれね。全部深くない。薄い話の時に なくない。ある本当にもうなんかこれね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、あのほぼなどんなテーマでもざっくり哲学いくすぐそっちに行っちゃうから、ね、ゴリゴリ切り込んでいくよね。お互いやっぱこうブログ書いてて、でそのブログの内容も結構、なんかこう深いというか、うん、哲学的な話ばっかで、なんかそれをこうネタにして話すってなると、やっぱもう必然的にそっちになっちゃうみたいな。いや本当、ものづくりとは何かとか、人間にとって自由とは何かとか、そうですね、結局なんかそういう社会の構造と人間の心の関係性とはみたいな話を、まあ、すごい38歳と大学生がやるんですよ。いや、それないよね、なかなかないじゃん。なかなかないないよね、ないですよ、聞いたことないもうちょっと頑張ったらこう年2倍みたいな感じになるのに。本当だよね。いや、本当そうだよね。それが話をずっとしてるっていうのがなかなか。え、だって、こうやとも何個さんの。ちょっと待って、俺今35歳から、山翔今、ね、くつなの。僕21ですね。やっば14歳差よ。きつっきつくなってきた。体調悪いわ。マジか、マジか、あ、若いね。そうですね。で、大学3年生で、で、まあ、そうやってね、さっき紹介したみたいに、その、まあ、音楽のサークルの部長をやってて、あ、そうですね。DTM サークルの部長をやってるということもあって、パレットに興味を持って最初来ていただいて、で、初日にもう4、5時間話して、2人で。やばいですよね。うん、しかもなんか、音が響かないレコーディングスタジオで、じゃあちょっと話そうか、みたいな感じで。なんか気づいたら宇宙の話みたいになってました。ちょっとや俺大丈夫かなこれみたいな。いや、人の仕方や、しかも人の仕方すごい。俺たちにとってはあの空間こそが宇宙やったのかもしれんな。まあ一つの宇宙ではありますよね。ねえ、行こうか空へ、飛んでいきましょうよ、うん、もっと深いところへ。で、こんなやり取りしよう。思わず俺なんか言おうかと思ったけど、2人ともスイッチ入ってる。え、ちょっと待って、もう自己回やん。この回自己回やん。うますぎる。で、そんなやり取りしよう、いつも。無限に発散しちゃったからスイッチ。どうすればいいのかなって思いますよね。まあ、そんな、これがラブラジオね、やったりとか、あとは山翔はやっぱワークショップ。ああ、そうね。ああ、そうですね。ちょっと最近やらせてもらったんですけど、うん、ちょっとその話をお願いします。はい、まあ、いいかねパレット、僕もなんかしょっちゅう来るんですけど、はい、ここでですね、ちょっとまあ僕、音楽作ってはいるんですけど、音楽理論勉強全然してないし、そう、理論を一切知らんで作るよ、ね、全くないし、楽器も弾けないし、何も弾けない、まあ、リコーダーはちょっと小学校でやったぐらいで、何も知識ないけど、音楽ずっと作って、実際作ってきたし、まあなんかこう作品とか出したりして、まあ、日本じゃあんまりいないですけど、ヨーロッパとかに結構リスナーとかいたりするみたいな。で、ちなみにこの間ヨーロッパにライブしに行ってますからね。すごいよね。何日間だっけ。
ヨーロッパを僕一人で2週間ぐらい行ってて、でそこでオランダにすごいあの知り合いがいっぱいいて、うん、俺オランあのヨーロッパ行くぜ遊び行くわって言ったら、あお前来るんだったらライブしろよみたいな感じで、いやすげえ、そんな感じでライブするぐらいの感じになって、すごい楽しかったですね。そうそう、まあ、しかもそれを理論知らずに作った曲で行ったっちゅうところ、そうそうそう、そこは結構重要だね。盛大にピアノとか使ってるけど、うん、全然なんか理論とかなくて、そうそうそう、で、なぜそれができるのかっていうところからね。そうですね、なんかやっぱとにかくその音楽を作ること自体に慣れたらもう音楽はできるなと思って、なんか その時は言ってなかったんですけど、なんかなんだろうな、今の人って多分めちゃめちゃいろんな音楽聴いてるから、音楽理論みたいなのが体感的にまああるんじゃないかなと思うんですよね。なんかもうずっと音楽聴いてるから、これこのままも OK で、この次にこういうコードしたらなんか OK な感じするわみたいな。だからもうなんかあとはやるだけだと思うんですよ。みんな音楽家になれると思うんで、みんな簡単に音楽作れるぜ、ついでに映像も作れるぜみたいな、うん、ワークショップしたら結構面白いんじゃないかなと思って、うん、やりたいってリリさんに言ったらですね、もういいんじゃねみたいな感じになって、やらせてもらいました。そうなんですよ、はい、あのまあ、ちょっと補足すると、まあ、音楽を作るっていうキーワードを聞いて、まあ、あの皆さんどういうのをイメージするかっていうと、おそらくギターを持って、ピアノを弾いてみたいなことと思うよね。で、あの、まあ、俺一回ちょっと、こうやってね YouTube の方でもやらせてもらったけど、今の時代ってパソコンがあれば十分音楽理論というか、なんていうかな、楽器を触れなくても音楽って作れるっていうところがあって、うん、で俺らがやったのはそのガレージバンドっていうソフトで、音を組み合わせてやるやったね。でね、またねこれね、山椒がやったのはまたガレージバンドではないよね、全然違いますね。そうそう、なんちゅうソフトあれは、僕が使ったソフトが FL スタジオっていうもので、はい、そう FL スタジオって俺初めて聞いた。でまたこれが、ガレージバンドとは全くまた概念が違うというか、うん、作り方の考え方が違うと思う。違うんですよ、うん、そうそうそう、そこをどうやって作っていくかっていうのをちょっと、まあなんかこう例えるとなんか貼り絵みたいな感じで、なんかこう色紙がこう綺麗な色紙があったら、なんかここをちょっとペリペリペリってして、それをなんかちぎったものをこうペタペタ貼り付けて、なんかこうタイルみたいにしてみたいようなイメージで、そのまあなんか曲の曲のデータを勝手に使うという方なんですけど、まあなんかこうサンプル、音のサンプルがこうビーってあって、それをこうなんか切って、その切ったものを並べて、時間軸で並べて、まあ、曲にするっていう、まあ、切り張りして、切り張りするだけだから、なんかあのマウス使えたら、あとはもう適当に音バンバンやったら、なんかピーポンパーピーピューみたいな感じで、なんかよくわからないけど面白い音楽ができる、音楽というか音ができるっていう体験をなんかこうして、みんなで笑えたらいいなっていう、うん、感じです。そうそうそう、作り方としてもなんか、俺らが前ガレージバンドっていうの、あのちょっともしあれだったら関連動画に貼っとくんで見てもらいたいんですけど、ガレージバンドっていうソフトを使って、曲を作った時に言ったのが、レゴブロックを組み合わせて曲を作るように作ろうっていう話をしたと思うんだけど、あ、なんかね、これはね本当にね、一個の完成されたものとブツ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 、もうむちゃくちゃに切り刻んで粉々にして叩き壊して、それをまた再構築するみたいな、そういう作り方で、すげえ、それなんか確かに、で、要はブレイクコアっていう、はい、ブレイクコアのブレイクっていうのを破壊するっていう、なるほど、そうですね、そうで、あのブレイクビーツっていう言葉も、まあ、あるんやけど、それもビーツをぶち壊す、破壊する、うん、それで再構築するっていうブレイクビーツっていうのと、うん、要は本当に、今あるものをブレイク、そうぶち壊して再構築するっていう音楽の、それが、で、そういう感覚って多分ね、あのアコギの弾き語りとかピアノの弾き語りとかいう感覚と全く概念から違う。そうだね、そうだね、だって、アコギとか、ピアノっち自分で音を、この音を選ぶ、この音を選ぶみたいな、なんていうかな、作っていく感じで、ゼロから積み重ねて、でももうあるものをどうかするしかないわけよ。そうですね、そこが違いますね。ガレージバンドとかだったらやっぱりカレーの具を何するかでカレー作るんですけど、僕はカレーとパフェとあと何が好きかなみたいな、あ、ミチアサイダー好きだわ、じゃあ全部入れようみたいな、そうなんで混ぜたらすごいおもろいのができて、くせえ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 今の声サンプリングしてる、まあ、いやいや、ちょっと頼むわ、ちょっと頼むわ、2秒ぐらいにしてこう、いや危ねえ危ねえ危ねえわ、ケンタ君が来た
いや、そうだけど、なんでも切り刻んで、あの破壊してっちゅうんだけど、ほら、こうやさ、この間さ、あの校内で走り回りよったら、ガラス粉砕したやん。手が血まみれになったやん。お前しか、なんか、しれっと作られてで、ズタボロでーす。これね、手がズタボロでーす。したら見にくすぎる気もあえてもこれモザイクかけるからモザイクかけてくださいあの窓ガラスをさボロボロにさもうぶっ壊したやんそうそうだけどそれこそがお前だけブレークコアのセンスあるいやねえわねえねえねえわ音ガシャンしかなかった音ガシャンとキャーと俺がすみませんって言うのねボタボタ血が流れるのしかないよブレークコアじゃない普通にブレークただのブレークいやでも概念としてはブレークコアですよねああそうねそういうことかけどまあそういうなんか壊してまた再構築するっていうのが作り方っていうわけよねいやちなみにさきょんちゃんから聞いたらどういやつまりそのブレークコアという世代じゃないしブレークコアなんか一人じゃなかったよ、もともと。それで山椒と知り合ってブレイクは知ったわけだよ、うん、知ったわけというか深く関わってきたんだけど、うんうんうん、どうなんですか、山椒の曲とか。いや、あのね、めちゃくちゃまず、ね、考え方が違うき、なんやろうな、生まれて初めて一味唐辛子そのまま舐めたみたいな衝撃がすごいやん、ちょっとびっくりしますね、それでもなんやろうな、大人になったらわさびとか一味唐辛子めっちゃ好きになるやん、うん、刺激がないと、あはい、またこの感じね、みたいな、なるほどねお、何これみたいな、なるほどなるほど、そういう意味で、刺激物やったんだ。あー、なるほど、なるほど。でもやっぱ一回ハマったらちょっと癖になるみたいな。いやー、ありますね、うん、何でもかんでも入れちゃいたい。あのね、違和感になるはい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 、で山椒が実際作るよところをずっと後ろから見よったんやけど、どうやって違和感を出すかしか考えてない。なるほどね、なるほど、確かに確かに。あの、綺麗なものをどうやってぐちゃぐちゃに怪我していくかみたいな、うん、そのまあ、サディズムの塊よ。あ、間違いないですね。変態だよ。変態だよ。変態だよ。だけど、その業界というかジャンルは結構割と変態な人が多いかもね。変態すぎて、ちょっと生きていくの大変そうですよ、多分。あ、いや、そこまで生活にも支障を生活にも支障が出そうな勢いはありますね。あれはでもね、なるほどね。あながち冗談じゃないかな。冗談じゃないくらいですね、なんか。やっぱ綺麗なものでは満足できない人たちがいっぱい生息しているような気がするね。ああ、そうですね。あ、言い方はそのあれだけど、ガチでアーティストなんだもんね。その気質的にアーティストの人が多いのかも。そうだけど、それはね、山椒と一回話したことはあるんだけど、俺とかずっと広告音楽の世界で生きてきた人間なんで、だけど、正直、聴いたことあるような曲でも、今そこで世界が求められているものを出すっていうのが広告音楽の作り方なの。でも、山椒っち、いかに違和感があるかっていうことは、いかに今まで聴いたことがないものを作り出すかなの。それっち、相手に需要がないものを勝手に自分がこれやりたいかっつって作り出すんやき、自分が作り出すか、マーケットで必要なものを作るかの違いがまず根本的にある。もう狙いゼロなんや。だけどもう衝動尺みたいな感じある。そうそう。だから気持ちいいかそうじゃないかオンリーの作り方をしような気がする。芸術家なんだ。芸術家なんだ。なるほど。そうそうそう。でこう人に絵描いてここはこういう意味があったんじゃないかって言われるのも楽しかったりとかしますね。なるほどね。気持ちいいかどうかで言うとやっぱそのガラス割った時には気持ちよくないき。だけど。真逆かな。ガラス割る人間とそうじゃない。はい、もう一回ぼかし入りまーす。もう一回ぼかしが入りますよ。もうさ、こっちは手が痛いよ。二人と今話を終えたもうこっちは手が痛い。痛い。いや、本当すみません。施設の人間が施設のガラス割って。本当申し訳ない。再構築しますんで。ガラスで、ちゃんと自腹でガラスで再構築いたしますんで。すみません。ガウディ張りにね、最高に近いただのガラスやガラスやそんなおしゃれなガラスにならんからまあ、みたいな感じなんやけどなるほどねで、まあ、その山椒が、まあ、いろいろね、ちょっとね、パレットでやっていってくれるっていうことなんでね、うんうんうん、すげえ期待してますよで、なんか、あれはね、一回とりあえずやったんですよ、そのワークショップを、うんうん、で、それがすげえ評判良かったよね良かったです、うん、ありがとうございます、本当にそうそうでしかも来てくれた人が結構いろんな世代のいろんな、なんていうかな音楽に対する熟練度の方が来てくれてまあまあ自分で音楽作れますで新しいソフトとして終えますっていう人もおれば、まあ、その人は DJ やったりするんだけどもうおれば本当に分かんないですみたいなパソコンも持ってこないんで借りれますかみたいなあの人もおったりしてでも一応全員がある程度こう形にしてみたいなところがあって
だからなんか結構本当、あ、本当にいろんな世代の人も参加できるような感じがあって、面白いですね。うん、いや面白かったです。僕も。で、刺激になりました。なんか、うん、でなんかそれになんか味を占めて、うん、なんか毎週なんかやるとかやる。毎週やりてーみたいな。毎週？やましょう。どうぞどうぞ。お、どうぞどうぞ。なんか何かしらなんかブログもなんかそうだなと思って毎日書いててなんかになったなと思って、うん、ワークショップは毎日できねえけど毎週ぐらいだったらなんか何でもいいからできるんじゃないかなって、うん、なんかいやぜひ面白いね毎週ワークショップやってるってのは面白いじゃん面白いいやでもパレット的にはやっぱね毎週ねそういうのが開かれてるしかもこう音楽のね、うん、音楽系のところでえちなみになんかワークショップの内容とかっていうのはどれくらい考えてどれくらい何か決まっちゃうことはいや特にないですけどなんかもう質問を受けますぐらいでも十分いいよなと思って、うん、なるほどねなんか、うん、僕も最初やっぱブログ始める時も文章めっちゃ苦手だったからその小さな習慣から始めないと物事って続かないんで、うんまあ、まず小さいことで言ったらそこに存在していますみたいなのでもいいかななるほどまあ、そのワークショップっていうのは定期的にこうしっかりしたのを開催しつつその他はなんか山椒がいますみたいな感じでだからなんか聞きたいこととか FL スタジオとかもできたらなんかやりますみたいなるほど、ね、いうのからやってってどうなるかなっていうふうにちょっと考えているところですかね。そうね、でも存在だけで意味があるそうねあのつまりあれやね吉田松陰の考え方でもそれ僕死ぬくないですか確かに変態だった結構変態だった結構っていうところで死ぬくないですかであのその受講生たちがこう燃え上がってそうものすごい曲を作るあいい人生かもしれないえ穴がち穴がち穴がち悪くないねでもなんかそのいいかもねこのいつ毎週必ずその破壊と創造を繰り返してる人がおるみたいなそうですね、まあ、あそれ伝わったぜ今日山椒のとこ行くかみたいな破壊と創造を音で繰り返してやるぜみたいなのもお前最近破壊と創造したいやしてないわちょ来週行かん山椒お前ストレス溜まったらどうしよういや俺バッティングセンターえ山椒でしょ山椒さんとこ行って何ができるの破壊と創造マジそれすごい新しく相談できたら面白いけどね生活の一部の破壊と創造みたいな一家一台破壊と創造みたいな勢いでいやでも意味わかるいいですねいや福岡一破壊と創造な男山椒いいと思ういいでかいですねでかいすげえですいやちょっと今後ともそんな山椒をねあの、はい、お見知りお見切りへぇーへぇーガラスで切ってますへぇーガラスでボロボロに切ってますよよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、そんな感じかなはいはいはいということで、ワークショップはじゃあちなみに何月何日からやるんかなああ、1日からやろうと思ったんですけど休みなんで、うん、まあ、うん、7日12月7日、はい、12月7日からまあ、存在しますみたいな感じのでやっていこうかなと思うので、はい、ぜひぜひちょっとでも興味がある方とかいましたら、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、そしてあのラブラジオの方もぜひぜひ聞いてみてください、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますさあ、そんなところで今日のゲストは山椒でしたありがとうございましたありがとうございました繰り返せ破壊と創造破壊と創造